ブリティッシュコロンビア州、リッチモンドでのカナダの日のお祭りの様子オンタリオ州、バリーでのカナダの日の花火カナダの日は、カナダの建国記念日。カナダで、毎年7月1日に制定されており、国民の祝日となっている。1867年に制定された、英領北アメリカ法により、カナダが一つの連邦として、自治を開始した1867年7月1日を、 記念し祝日に制定された。旧名は、ドミニオンデーといった。カナダの誕生日と言われることも多いカナダの日は、当時すでに、イギリス連合王国の一部であり、現在のオンタリオ州とケベック州からなる、カナダ州に、ノバスコシア植民地、ニューブランズウィック植民地を加えて、一つの自治領である、カナダ連邦が1867年7月1日に、 誕生したことを記念する日として制定された。連邦休日法によって、カナダの日は毎年7月1日に制定されているが、7月1日が日曜に当たる場合は、翌2日が振り替え休日としてこの日も高休日となる。ただし、カナダの日のイベントはその場合でも7月1日に行われる。7月1日が土曜に当たる場合は、 通常土曜を休日にしている企業などでは、週明け3日の月曜を休みとすることが一般的である。オタワの国会議事堂前での式典でのカナダ軍、スノーバードカナダの日の祝祭行事は、主に各地方自治体が主催し、屋外で行われるものが多い。パレード、屋外のお祭り、バーベキュー、航空、感染症、野外コンサート、花火などである。 また新移民の公民宣誓式も行われる習わしとなっている。1980年の祭典では、大カナダが国家と定められた。バンクーバーのパレードでは、地元日本人団体による、みこし、盆踊りも見ることができる。首都オタワでは、国会議事堂前の広場では、カナダ総督と首相が参加する記念式典が行われる。国王、または、 その他の王族も出席することがある。1990年、1992年、1997年、2010年の式典にはカナダ女王であるエリザベス2世が参加した。ロンドントラファルガースクエアでのストリートホッケーカナダ以外の国では在外カナダ人が7月1日近辺の休日にカナダの日のイベントを行うことがある。 その中でも定着しているものが、イギリスロンドンのトラファルガースクエアでの、ストリートホッケーの模範競技などが行われる、イベントである。ありがとうございます。